暑かったな。もう二度と俺はやらない。だから両チーム、ジャッカル両で出てる。ダサすっていくじゃん。5ヶ月後ぐらいに。もう絶対出ない。あの人さ、本当にさ、俺練習入るよって言ったら、なんかスパーリングパートナーも一緒に出てるわけ、入れてるわけ。いやいやいや、俺やらんかなと思って。なんかあの、トーマ・マサルはなんか、ね、ブルース・リーがいたじゃないですか。うん、同級生なんですよ。若いね。で久々になってから、おいってなって。ただのブルースリーマニアだったんだ。若いわ。お前いつからみたいな。そしたらケイシーさん師匠だよ。マジ。いつの間にか始まってる。帰ってきました。やべえ、いつの間にか始まってる。皆さんこんばんは。週の真ん中水曜日夜8時からは両親こと吉村亮どこかの両時間でございます。本日もよろしくお願いいたします。なんかパタパタ楽しくおしゃべりしてたら番組が始まってました。すいません。皆さん双子座流星群見ましたかね。昨日あの日本でも極大で一番見れる時だったんですけど、このやっぱ空、夜空のチェックは欠かせないですよ。満月と流星群といろんなものが楽しいの見れますのでね、ぜひぜひ。で全然関係ないんですけど、あのこの間ですね、家族であのモノレール乗りに行ったんですよ。なんかうちの子長男が生まれてちっちゃい時に一度乗り物乗ろうっつって、一日になんかタクシー乗ってバス乗ってモノレール乗って機関車見に行って飛行機見に行ってみたいなことをやったことがあったんですけど、それがなんか今のうちの子3名いるんですけど、3名生まれてからはそういうのもやったことねえなと思って、この間初めて家族でモノレール乗りに行って、で那覇空港駅とその反対側の終点がなんだっけ、浦西駅っていうところが、手だこ浦西駅っていうところがあって、そこで車を止めてなんか1日周遊券みたいなのが買って、いつなんか乗り降り何回もできるやつ買って、もう乗ったらもうすごい子供たちが喜んでくれて、もうこっちも嬉しくなって、で那覇空港行ってなんか美味しいご飯食べたり、お土産買ったり、飛行機見て遊んだりとかして、で帰りも乗ったらもう子供たちまたテンション上がって、結局この周遊券買ってるのにどこにも降りないで行って帰ってくるっていう。したらなんか帰りのモノレールの乗った時に、あのモノレールの車両によってはこの先頭の運転手さんの方が見れる席があるんですよ。そこに子供たち乗せたんですけど、その横になんかもうそういうマニアな大好きな感じのお兄さんが座っていて、この全面ガラスなんですけど前が、そこになんか吸盤式でなんか止めるホルダーみたいなのをつけて、そこに iPhone をセットして充電器をセットして、要は動画、このモノレールが走っていく動画を撮影してるんですよ。それ見て、ああ沖縄にもこんな人いるんだなと思って、もう一言も発さずずっとこのただただモノレールが走っていく前の風景だけを撮ってるんですよ。やっぱ大好きなんだなと、やっぱこのまま終点まで行くんだろうなと思ったら、終点3つ前ぐらいに急に急いで降りてくる。どういうことみたいな。最後までやらんのかいみたいな。そんな面白いのも見れましたけどね。さあそんな感じでアホなことを言いながら今日も楽しくラジオ始めていきたいと思います。さあ今日は皆さんお待ちかね、寂しかったマンスリーが終わりまして、この人が帰ってまいりました。今日のお相手はこちら、ラジオの局長王様山内二郎さんでございます。はい、こんばんは。やっと出れましたね。お久しぶりです。お久しぶりです。お元気でしたか。元気かな。よかった、まあ、さっきまで寝てたんですけどねこの人ね。りょうちんのこんばんはっていう声で起きてさ、びっくりしたもん。やべ。さあそして、はい、いつもサポートしてくれるのは可愛いなっちゃんです。はい、皆さんこんばんは。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なっちゃんもかなり慣れてきてますね。そう、ね、山内さんがいない期間にですよ、うん、もうやっぱ彼女なりにとっても頑張ってくれて、はいはいはい、はい、すごいなんかもう張り切って喋ってくれるようになってますよ。全然多分違うと思います。素晴らしいね。はい、ありがとうございます。ちょっと身が引き締まりました。そうですか。はい、いい感じですよ本当にね。うん、まあ、そんな感じで今日も楽しく行ってみたいと思います。はい、さあ吉村亮どこかの亮時間、この番組はあなたのイベントを特別なものに、アブソリュート
今入れる保険あります。有限会社アシスト各社の提供とたくさんのリスナーさんに支えられて、本日も FM 宜野湾から1時間の生放送でお送りしていきたいと思います。さあ電波は 79.7MHz。 さあお車でお聞きの方は安全点でお願いします。さあネットはツイキャスや YouTube でご視聴いただけます。さあ今ネットで見てる方では変な人の手が映ってると思うんですけどもね、よく見るとね、このりょうちゃんの前にあるアクリル板にその人が映ってるんですけどね。さあまたマイチューナラジオというアプリなら電波と同じ音源で音楽なども聞けますので、こちらもおすすめです。ネットやアプリの場合はFM ギノワンを選択してお聞きください。さあコメントの方もいっぱい来てます。あ、これ使う、ごめんなさい、はい、すいませんね、ごめんなさい、はい、大丈夫です、はい、さあコメントの方もたくさん来てます。今日もありがとうございます。はい、はい、おさあまずはさすがこの人、沖縄 T シャツパパヤさんから、今夜も元気にこんばんは、こんばんは、今日もありがとうございます。一番乗りありがとうございます。入れない感じだ、はい、どういうことあ、ちゃんあいさん来てます。あ、いきなりお茶いただきます。ありがとうございます。ちゃんあいさん、さあちゃんあいさん初めてじゃない、うん、ね、僕はちょっと存じ上げております。ぜひぜひちゃんあいさんこれからもよろしくお願いいたします、はい、ハートが、急にお茶いただいて、ハートがついてますよ。さあ沖縄ティーズパパヤさんから、本当に初めてなんですか。初めてです。お知り合いなんじゃないですか。いや違います。なんでそんな変な疑惑を作ろうとするんですか。あなたがいない間も勝手にボーイズラブな人みたいな雰囲気になってるんですよこちらは。あ、だからそれはほらボーイズラブは多分ネタじゃないですか。はい、りょうちんは、はい、あのちゃんあいさんは多分女性っぽいんですよ、はい、でもちゃんあいさんははじめましてですね、よろしくお願いします。本当ですかね。本当ですよ。さあ沖縄ディスパパヤさんから、あれ山内さん帰ってきた。はい、すいません、帰ってきてますよ、うん、また楽しくやっていきましょう。楽しくやりましょう。さあ吉田さんからもこんばんは、こんばんは、こんばんは。もうこんなに沖縄大好きな人いないからね。だからね、吉田さん今日もありがとうございます。吉田さんいつ来るんだろうね。本当だよね、うん、さあピカチュウさんからも来てます。ピカピカピカチュウ、ピカピカピカチュウ読むの大変だな。皆さんお久しぶりです。ピカチュウさんもよろしくお願いします。なんか久しぶりだ本当にピカチュウさん。もうみんな山内さん帰ってきたから喜んでるんじゃん。 ありがとうございます。さあカッボイさん来てます。吉村総領事、山内大使、美人秘書、なっちゃん、皆さんこんばんは。こんばんは。相変わらず暑い中、あ、4日寒いのか分か、暑いのか寒いのか分からないね、噛んじゃった、チェックワンツー、へチェックワンツー、マイクチェック、マイクチェック、噛んだらこんな感じになるんだね。ああなるほど。でもね、昼間確かに暑かったけど夜は寒い。そう、朝夕はね、うん、とっめっちゃ冷えますよね、まあ、言うても半袖なんですけど。だからね、もう信じられんスタジオなのでね、スタジオの中なの。いや外でも半袖だったでしょ。 FM ギノワンの第18スタジオの中なのでね、今日はね。そうなんです、はい、18個あるから。みんなすごいですよ FM ギノワン、うん、考えられないぐらい広いんですよ。そうですよ、はい、全部ポケットマネーで作ったんですよ山内さんが。最近、あ、いや、はい。さあ、川っぽいさん来てます。リスナーさんで、北海道の鉄道から沖縄のユイレールまで全部制覇したっていうすごい人がいるよ。すげえ、全部乗ったってよ。すげえ。すごいなぁ。それ、ほんまもんですね。なんか、最近映画で、ミッドナイトラン知ってます？わかんない。存じ上げないですね。あ、いや、りょうちんだったらわかると思った。もういいや。残念。マジ残念。吉田さんから、山内さんの手が邪魔よって。あ、ごめんなさい。さっきのね、さっきのやつね。はい、さあ、沖縄ディレクターパパヤさん来てます。沖縄北海道の直通便に乗るためだけに、名古屋から沖縄に行って乗り換えて、北海道行った友人いるけど、その人私より沖縄のバスに詳しい。どういうこと、乗り物好きすぎるってこと。ね、公共機関が大好きなのかな。うん、なんか訳が分からなくなってるぞ。ウィナティスパパヤさんが、え、早速浮気疑惑って来たら、カーブボーイさんは愛人さんって言ってる。やめて。どっちですか。愛人さんは目の前にいますよ。浮気なのか愛人なのかはっきりさせてください。奥さんと彼女と愛人は一人ずつなんですよ、分かってますか。はい、複数いたらおかしいですよ。聞いてないの奥さんは。聞いてる。奥さん今わざとこんな言ってるご安心してるけど黒ですよ。あのね、直で奥さんに話しかけるのやめてもらっていいですか。公共の電波を使って。
携帯見た方がいいです。あ、まゆいさん来てます。吉村さんこんばんは。今車で聞いてます。ラジオから聞こえる笑い声が好きです。ありがとうございます。バイキララちゃん。バイキララちゃんって娘さんですかね。娘さんですね。あら、ありがとうございます。笑い声が好きって娘さん、ありがとうございます。もっと笑っときます。笑っとこう。ダメ。なんじゃそりゃ。はい、吉田さんから、山内さんを府中に招待する代わりに私を沖縄に、豊中、ごめんなさい、豊中に招待する代わりに私を沖縄に招待して、うん、招待はね、もういくらでもね、行きましょう。じゃあ顎だけ出すんで。どういうこと。顎足枕って。ああ、なるほどなるほど。顎だけ僕は沖縄来たら出すので、足と枕を豊中に行ったら出してください。いい引き換えですね。得じゃん。あ、豊中行くとき一周行こう、領地。ああ、行きましょう、行きましょう。ね、全然、うん。行きましょう、行きましょう。食い倒れしましょう。いいっすね。うん、行きたい、行きたい。あ、はい。名古屋なん、ん？は？違う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 。大阪。の豊中市、うん、っていうところなんですよね。うん、ああ、なるほど、なるほど。沖縄市と兄弟都市。そうそうそう、そうなんですよね。うん、そうそう。この間市役所にたまたま行ったら、うん、ありましたね、そういう記念碑みたいなのが立ってました、ね、いつ何年何月姉妹として行けみたいなのが書かれてましたね、ちゃんと。だから行ってさ、はい、やりましょう。さあ、沖縄ティースパパ屋さんから、奥さんと彼氏と愛人と山内さんの4人ですよね。何がどうかわからんこと入るね、もうごちゃごちゃして渋滞してるね。マジで。同じくパパ屋さんから、この間大阪にいたけど吉田さんと会えなかった、多分初対面は沖縄になりそう、笑い。ああ、いいね。あまゆさんから、また、さっきのツイートはわしじゃないな。大今日はイケメンが2人揃いましたな。楽しみ。ありがとうございます。お二人の声を聞いたら飲みたくなった。まあ、飲酒運転はやめましょうね。ちょっと運転中だから、ね。待ってね。はい。再来週か。はい。さあ、そんな感じで今日も楽しくいきたいと思います。はい、さあ、ここで今日のトークテーマです。今日のトークテーマは、忘年会。忘年会。こんなシステムだった。皆さん、山内さんがテンション上がってますよ。はい、さあ、今日忘年会です。皆さん、忘年会やりましたかね。はい、まだの人も中止になっちゃった人もいろいろとは思うんですけれども、うん、今日は忘年会で楽しくおしゃべりしていきたいと思います。さあ、番組では先ほどから来ているコメントの方もどしどし募集しております。はい、ツイキャスの方にコメントしていただくとこちらですぐ見れますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、さあ、メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com でお待ちしております。はい、こちらの方もよろしくお願いいたします。はい、さあ、番組を、あ、ちゃんとやるのね。はい、これがカメラの活用ですね。遅いよね。はい、ラジオだけで聞いてる人は何のこっちゃ分からないことです。すいません。さあ、今日も楽しくやっていきましょう。まずはじゃあ、いつものこのコーナーからです。はい。だから。いいですか。さあ、勝手にお店紹介です。さあ、このコーナーはりょうちんが実際に行って食べておしゃべりしていいなと思ったお店を皆さんに紹介するコーナーとなっております。はい、さあ、さっきからですね、あの、山内さんという自由人が入ってきたので、今日はいらんことをいっぱいやってますけれども。匂わせ。そう、今日ポップコーン持ってきたんですよ、ちゃんと。はい、これいいよね。どこ、あっちか。うん、ポップコーン今日は、しかもこれレギュラーじゃなくてね、あのミニサイズなんですけどね、はい、いろいろとこのレギュラーで売ってる SML 以外も出しております。さあ、そんなことよりも、さあ、本日ご紹介するお店は僕の大好きなヤギ料理専門店さんでございます。おお、ヤギ料理ですか。はい、ヤギ汁食べれます。ヤギ汁、すいません、はい。話終わり。なっちゃんはヤギ食べれないだろう。もう匂いがちょっと、匂いが。香り。いいよ、匂いで。さあ、本日ご紹介するお店は、ヤギ料理店、ふるさとさんでございます。どこですか？宜野湾ですよ。宜野湾でヤギといえば、ふるさとさんですよ。はい。ヤギ料理ふるさとさんは、普天間でございますよ。普天間にございます。
はい、あのかなりの老舗なんですけどね、あの昔ちょっ と,、場所移転途中でしてるんですけれども、うん、今の場所に移転してからもでももう何年経つのかな、結構、広めの店内で今もともとおっちゃん酒店という居酒屋さんだった居抜きで、そちらに今ふるさとさんが入ってまして、はいはい、おっちゃん酒店さんが今ほら市民駐車場の向かいのでっかいお店に変わったじゃないですか、はいはいはい、その前にあったところが今ふるさとさんになってるんですよ。あ、おっちゃんが移る前のってこと？あ、そうです、元の場所が今のふるさとさんに変わった、これこう入れ替わったんですよ。ややこしい、入れ替わった、わかんないなのでこのテーブル席あり、あのお座敷ありで結構広めの店内で美味しくいただける感じになっております。で、専門なんですか？専門店です、うん、ヤギ料理専門店。ヤギしかないんだ。ヤギ汁大、ヤギ汁小、うん、ヤギそば、うなぎあれあれあれ、うな丼、あれ刺身、ビール。刺身は何？以上。ヤギの、あのヤギのお刺身、はい、ヤギだけ。ヤギだけ。あ、そうなんだ。ヤギで、これはマグロと思った。マグロとかあったらね、面白かったんだけど。ヤギ、ヤギ刺しがありますね。なるほど。はい。そんな感じでありまして、うん、ヤギ汁、もうもちろんヤギ汁ですよ、メインは。めっちゃ美味しいんですよ、こっちの。本当に。僕ヤギとても好きなんですけど、うん、お店によってもいろいろね、あの味の違いだったり、出汁の取り方だったり、いろいろ変わるんですけども、うん、はい。このふるさとさんは本当に、あの宜野湾の人みんな認める超美味しいお店で、ヤギ汁大を頼むと、でっかい中すいてきて器にヤギ汁が入ってるやつで、ご飯でたくあんと生姜と塩、あ、塩いいね、山盛りのやつが出てきます。で、昔はこのフーチバ、なんだっけ、よもぎが、別盛りで出てきて、自分の好きなだけいい、ね、トッピングで入れられたんですよ。まあ、今はまたちょっと変わって、まあ、最初から死ぬほど入れます、入れて、あの入って出てくるんですけれども、死ぬほど入れてもやっぱり食えないっていう。食えないのかい美味しいから入れるんじゃないの？フーチバ美味しいよ。どんだけ消そうかと思って。めっちゃ入れても美味しい。今日美味しいお店を紹介してるんだよ。知ってる？ごめんなさい。3人中2人食べれんって。僕だから言ったうなぎ食べますよ。そう、うなぎも美味しいんですよ。うな丼もあって、はい、うなぎなら食べます、ね、はい、で、じゃあうなぎ食べようか、はい、うるさいでさっき言いましたけど、ヤギ汁大、ヤギ汁小で、ヤギのお刺身、うん、うな丼でビールなんですけど、であったかいお茶出してくれるんです最初に、はいはいはい、で営業時間がもう夜中の時間帯のお店でございまして、もう飲んだ後の締めとか最高なんですよ。得意ですね、はい、営業時間がだいたい夜の9時半スタートの翌朝の4時とか出たぐらいまで空いてるんですけれども、はい、だからもうね、普段まで飲んだら最後はもう必ずふるさとに寄って帰るみたいな、もう最高の普段の中ゴールデンコース、はい、そうです。ね、なんか食堂があるじゃないですか、あそこでもヤギ出してる気がする。食堂の前は向かいにあったんですよ。ああ、そうなんだ、はいはいはい。食堂って三角食堂じゃないよ、俺が。わかります、わかります。三栄の近くでしょ。そう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 、はいはい、あの裏の方。ちゃんと伝わってますよ。よかった。はい、あそこさ、前。地元の人しか全然わからん会話今してますけど、ね。あそこ前食べに行ったらさ、向かったのは夜終わってから。友達じゃないですか。友達かも。名前。うん。その向かいがふるさとだったんですよ、昔。昔の。あのさ、だから僕、あ、いいや。そう。今ちゃんとねするコーナーだもんね。はい、はいはい、そうですよ。ちゃちゃ入れで、ふるさとさんがだからヤギ汁はもちろん美味しいんですけど、うなぎも美味しくて、うん、でメニューに載ってないんですけど、裏メニューがありまして、裏メニューはなんとスペシャルっていうのを頼むと、はい、ヤギ汁とちっちゃいうな丼のセットが食べれるんですよ、うん、もう最高じゃない、結構ヤギ界最高。あ、逆だ、うな丼、大きいうな丼にちっちゃいヤギ汁がついてくるんですよ。でもヤギ汁ファンとしては、はい、ヤギメインで食べたいじゃないですか、はいはいはい、だからさらに裏メニューで、うん、スペシャルのヤギ汁のやつって言ったら、ヤギ汁大きいやつのうな丼ちっちゃいやつが出てくるんですよ。もうこれが最高です。これね、飲んだ後食べてんの？飲んだ後ですね。すごいね、はい、飲むときは食べんくせに飲んだ後は食うんだそうなんですよ。飲むとね、あのね、喋ってるのとお酒飲むの忙しくてご飯食べないんですけど、うん、はいはいはい、そうそう、終わった後にふとなんかお腹空いたなってな気づくんですよね。すごいね、急に気づくんですよ、はい、ダメな感じですね、はい、はい、そうですよ奥さん心配してるはずよ、はい、昔相当言われましたけど、そんな話はどうでもいいんですよ
そんな感じで、はいはい、ヤギ汁も超美味しい、うん、ヤギ刺しも美味しい、ビールも飲める、あったかいお茶が嬉しい、そしてうな丼がある。なぜかうな丼あるんですよね。面白いね、ヤギ料理屋さんって不思議。あ、この店だけに限らずですか、はい、なんかちょいちょいあるんですよ、へー、うん、そうで、あ、そう、北中城村にある南山っていう、はい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 、有名で、ね、有名なヤギ料理店があるんですけれども、うん、こちらの姉妹店らしいです、このふるさとさんは。はいはいはい、名護にですね、はい、僕飲みに行った時に、はい、この締めを連れて行かれて、もう、はいはいはい、半ば強引に、はいはい、したらもうヤギの店なんですよ、うん、もうコンクリートでさ窓もない、あら、もうやばかったよ、あの匂いが。ああ今日ヤギ汁の美味しいお店を紹介してるんですよ。覚えてます？じゃあほら、多分そこはちゃんと換気もあるでしょ。もちろんですよ。もうそこは本当換気もないわけよ。コンクリート。コンクリートで焼肉屋か。そこの話じゃねえんだよ、だから。皆さん、ふるさとさんはちゃんとありますからね。店内も広くて綺麗で。で、うん、またこの対応してくれるお姉様方が、おう、もう超元気で楽しいんですよ。気持ちいい対応してくれるんですよ。はい。ご年配のね、ベテランのお姉様方がいっぱいいらっしゃって。はいはいはい。はい、気持ちいい対応してくれるんですよ。いいですね。そうそうそう。あと、そう、ヤギそばも美味しくて。というのは、うん、ヤギ汁屋さんにヤギそばってちょちょあるんですけど、うん、やっぱお店によって違ってて、やっぱりこのヤギ汁の汁、うん、半分、そばだしが混ざって、うん、あの麺が入ってるところとかが結構多いんですよ、うん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 、だからヤギ汁としてはちょっと薄いし、もうめっちゃなくすくわ、沖縄そばとしてはなんかちょっと違うしみたいな、うんうん、でふるさとのヤギそばは本当にヤギ汁にそばが入ってるので、うん、もう満足です。めっちゃ鍋のうどんか。そうそうそう。あ、でもいいいいいいでしょ、いいでしょ、いいだぞいいだぞ、うん、今失敗した顔しようってね。ちゃんとヤギのお肉も入ってて、ヤギの汁も飲めて、はい、でもかつそばも入ってるからめっちゃ美味しいんですよ。うん、はい、そういうメニューもあります。さあ、ご紹介しましたヤギ汁の専門店ふるさとさんは宜野湾市普天間 2-7-14 調べてくださいね。ちゃんとね、パパ屋さんが載っけてくれてますよ、はい、ありがとうございます。パパ屋さんが URL を載せてくれてます。皆さんクリックしてね、ヤギ汁、ヤギそば、ヤギの刺身を満喫できるヤギ好きにおすすめの店、ヤギ料理店ふるさとでございますよ。なっちゃんも刺身は2つぐらいは食えると思うよ。マグロありますか？じゃあヤギ、ヤギのっつって、ほんとほんと、刺身屋さん2つまでは食えると思う。ヤギの話を本当ですか？でも3つ目からまた臭さが出てくるから。じゃあまず頑張って、まずは2つ食ってみたらいい。わかりました。鼻つまんで食べます。鼻つまんで食べるとかじゃないんだよ。なんか沖縄の人あるあるで、あのヤギって言ったら、うん、ヤギを想像するじゃないですか、はいはい、かわいいねなんですけど、ヒージャーって言ったら美味しそうって言います。わかります？なんかこの感じ。わかります。ヒージャーよね。はい、いい。カブボイさんがヒージャー汁に入ってるあの塊みたいなのは美味しくない、あれレバーか何かかな、多分レバーだと思います。あ、うわ、はい、お肉も入ってるしレバーも入ってるし、ぐちゃっと入ってんだ、うわ、ぐちゃっとじゃないよ、美味しいんだって。もうやめろ。同じカーボーイさんから、昔お父さんが飲み屋に行って迎えに行って帰りに22分待たされた覚えがある。これは22分って細かい数字を覚えてるところが相当嫌だったんでしょうね。もう焼きかじらしたんでしょうね。本当にもう、うん、さあそんな感じでさ、皆さんね、忘年会の後はぜひふるさとさんでヤギ汁を食べていただきたいなと思ったりしてます。はい、さあ、営業時間の方が、夜の9時半から4時とか4時半ぐらいまで、うん、出ます。定休日は日曜日です。駐車場はないですが、近隣にあのコインパーキングたくさんありますので、そう、ね、車で行かれる方はぜひそちらをご利用ください、うんうんうん、さあそんな感じで本日ご紹介したお店はヤギ料理店ふるさとさんでございました。あのさ、大蛇にあるバーで、はい、こっちはもうフードを近隣から取るんだけど、はいはい、本当に酒自分たちが作ってなくて、そうそうそう、でも酒めっちゃうまいわけさ、雰囲気も良くて、バーなんてね、バーだっけ、大蛇の裏の方にあるんだけど、
で、葉巻ガスエラで。ほう !500 円。素敵。ウイスキーと合うし、なんてもう、気分がロバート・デ・ニーロじゃん。はい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 。ね。そこで、近くでヤギ刺しのお店があって。はいはいはい。そこでヤギ刺しを取ったわけ。したら、本当に最初は食えたわけさ。お、意外とうまいな。刺身いけるじゃん。はいはい。そしたら、後からも全然無理だった。で最初だけ匂いがないのってぐらい冷凍だからかな。あ、冷凍冷凍のまま出てきよった。あんま見ないですね。あの牛刺しとか馬刺しは冷凍、そう、あんな感じ、あんな感じで出てきよった。半解凍ぐらいだと思いますけど、ね、うんうん、はいはい、やばかったな。ピカチュウさん久しぶり。あ、久しぶりなんだ。ピカチュウさん久しぶりに見ました。元気そうでよかった。幼稚園はいつでも元気ですよ。そうです、元気ですよ、常に元気、大丈夫。なっちゃんも体強いな、そういうの。なっちゃんも体強いな。あんまり休まないね。休まない。あ、バナナですか。じゃあうちのシフト。若者に何を言ってるの。若者がしょっちゅう休んでたんだ。まあ楽しいので。ああ、いいね。お腹空いてきた。だからさ、どうするんですか。お腹空きました、りょうさん。あ、どうぞ。食べましょう。食べていいですか。はい。番組やってない CM 中に開けるというね。なっちゃん甘いのがいいんじゃないか。吉村亮、どこかの領事館。さあ、どこかの領事館をお送りしております。本日のテーマは忘年会でございます。やっぱりこの番組お腹すくね。すきます、ね、はい、あの、はい、CM 中にですね、僕が持ってきたポップコーンをね、あのマジで開けるというね。え、マジでうまい。せめて本番中に開けてほしかったな。自由だな、自由だな。勝てない勝てない、はい、あのパパヤさんがおっしゃってました、年末のポップコーンリスナー全員一粒プレゼント祭りって。もう山内さんが今開けて食べてるのでできないですね。一つしかあげないの。つまんないな。どうすかゴーヤーポップコーン、久々、ね、ゴーヤーなんですか。今ゴーヤー入ってます。あ、チョコレートも入ってます。いや、食べてないです。あ、そうなの。ゴーヤー食べて。あ、さあ、この間チョコを持ってきたんです。そういえば、うん、美味しかったです。チョコを取ってありがとうございます。めっちゃうまいよ。キャラメルも美味しくて。さあ、なっちゃんに今ゴーヤーポップコーンを差し上げております。さあ、本日のトークテーマは忘年会となっております。コメントの方も続々と来ております。皆さん本当にありがとうございます。さあ、カーボーイさん、うん、忘年会は去年の FM 宜野湾のズーム忘年会が初めてだったな。一回も外にはやったことがない。友達と飲むくらいはするけどって。2000年の時に2000年問題スナックだったわら、うん、問題だったんだな。ちょっとよくわからない。うまいでしょ。美味しいです。なんかゴーヤーのグルー食べてるみたいです。そうそう、ゴーヤーちゃんとゴーヤーの味がしてうまいんだよね。美味しいですよね、うんうん、ありがとうございます。もう抜群よね。さあ、沖縄ディエスパパヤさんから、釣り仲間と忘年会して二次会行ってカラオケ行ってタクシーで帰ったら財布の中身が増えててビビった。いいね。どういうこと。逆はよくありますけどね。そうだね、思ったよりないっていうね、うん、あれびっくりするよね。昔僕 の、 あの先輩は錬金術という技を使ってたんですけど、あの飲みに行きたいけど今日手持ちがなっていう時は、それでもやっぱ我慢できなくて行くじゃないですか。行きたいね。したら、じゃあ俺がお会計払うよっつってみんなから会費取るじゃないですか。でカード切るんですよ。ああ、うまいね。そしたら、あれ財布の中にお金が増えてるっつって。でも後からなくなる。短い構成っつってわーってやるんですよ。で翌月ぐらいの引き落としでオフってなる。っていう錬金術っていう技を使う先輩なんですけどね。うまいな、はい、ちょっとやるか。俺ももう現金がなくなってきててさ。まだ12月15でしょ。びっくりするよ。じゃあペイペイで払ってください。ペイペイ。ペイペイ、うん、そうね。本当に。さあ、吉田さんが、さっきの話ですね、顎を出すような話、交換レート割り合わんわ。りょーちんと夜中においでよって、パパヤさんとお会いできず残念。だから豊中行って、その近隣のリスナーさんたちちょっと呼んで。あ、いいっす ね飲み会しましょう。そんなことできたら最高ですね。いいですね。素敵素敵。ということで、吉田さん、あのプロデュースをよろしくお願いします。吉田さんプロデューサーするって言ってるからさ。さすが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 、
すごい。行きましょう行きましょう、うん、さあ忘年会やりましたか。そうっすね、いくつか。さすが社長はあっちこっちに呼ばれるんですね、うん、だからね、いくつかやって、うんうん、あ、そっか、Go。 ちょっとね、最近あれなんですよ。なんすか。最近ではないけど、僕こういうさっきの二次会、いや締めでさ、はい、酔っ払ってほら行くとか、はいはいはい、まあ二次会行きますよね、はいはいはい、もうその時点で店の名前とか場所がもう覚えきれないんですよ。なあ、分かった、はいはい、分かります、はいはいはい、だからさっきの友達だっけ、はいはいはい、食堂ね、食堂とか夜中まで空いてる食堂ねとか、はいはいはい、あるじゃないですか、あのいい目のバーとか、はい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 、もう全然覚えてないダメだな。だから連れて行ってもらったりして、2次会3次会で行ったお店は大体場所分からん、分からんよね、からん。りょうちんとも前飲んだじゃないですか、はい、だいぶ前、まだゆうながいたぐらいの時に、はいはいはい、確かゆうなも入れて4人で飲んだと思うんですけど、飲んだ飲んだ、チキン食べたところ、チキンは覚えてる、覚えてる、チキンあれが俺がうまいって言ったんじゃん違うか、いや、そ、なんか覚え、あの店かもみたいな感じで、なんかなんていうの、イベントか何かで食べたあの店かもみたいな感じで入ったら、はいはいはい、そうだったみたいなところに、あ、当たってたっていう、はいはいはい、うん、でその二次会行ったじゃないですか、もうあれが全然覚えてない、はいはい、行ったぐらいの感想、毎回やない。さっきの大茶菜のバーは覚えてます、どこって。覚えてる、あれはもう一人でよく行ってたんですよ、あの辺に住んでたから。それって、うん、あれじゃないですか、この大茶菜、要は前原が下ってきて、うん、58号線にぶつかる手前左に入ってきて、うん、そう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 、赤レンガみたいな作りの、うん、多分じゃないですか、うん、で近くにヤギ汁屋さんもあるし、うんうんうん、行ったことあります。ある、あっちいいよ、あっちいい感じでしたね、うん、昔行ったことあります、そこかなと思ってさっき聞きながら、あっちいいんですよね。なるほどね、近くから取れるんだね、うん、基本食わんからそんな情報もなかった。だからね。さあ忘年会ですよ、まあ、実は今日あの僕も今忘年会真っ最中なんですけどね。サボってきたって。はい、リスナーの皆さんのために忘年会をサボって番組の方を優先させていただいております。どうせ行くんでしょう、はい、7時半から始まっております。遅れていきますね、うん、遅れていきたいと思っております。さあ吉田さんから来てます。昔職場の忘年会で後輩が酔いつぶれて嘔吐、ただうちの会社高齢者介護施設で医師、看護師、介護士が飲み会に参加してて万全の対応をして、その後輩後日全員にどんな恵まれた環境で酔いつぶれてんねんってツッコミ入れられて。いいねいいのか。でもね、いざという時はね、やっぱりそうね、うん、さあ同じ吉田さんから、焼き汁レトルトパックのやつだけど、この前初めて食べた、感想は美味しかった、うん、あ、素晴らしい、え、吉田さん素晴らしいな。ちょっと酔ってない。ピカチュウさんから、この番組はお腹すくって、ね、そうですよね、ピカチュウ本当にもう楽しいな。なのにもう実際のものを持ってきてくれないっていう。忘年会でもね、コロナ禍で忘年会の話に戻しますよ、ちゃんと。スルーされちゃった。そう、スルーされたな、華麗なるスルーですよ。悲しいです。じゃ結構なんかなくなってません、僕の周りでは結構なくなってますね、忘年会今。そうですね、はい、いつもやってる団体とかも今年はやらないとか、うん、そういうのもなんかあって。確かにうちもやらないし、結局忘年会は。あ、そうなんですね、うん、今年はちょっともう控えとこうかなっていう、ね、うん、そんな感じですよね、どこもね。ただちょっとやっぱりこのスポンサーさんとか、はいはいはい、あのいつもの仲間内とかはよくありますけどね、うん、それはそうですね、うん、でもそれはなんか堅苦しい忘年会でもなんでもないですもん、楽しい飲みですもんね。そう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 、でもほら、もう忘年会とかってカッコつけるじゃないですか。はいはいはい、はい、であのなんだっけ、この前行った忘年会が、はい、本当に2人ぐらいしか僕知らなくて、顔がね、3人ぐらいか、はいはいはい、でほぼ喋ったことがない忘年会で、はいはい、喋ったことない人たちと忘年会ですね。そう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 、あれ楽しかったな。あ、楽しかったんだ、うん、あ、でも新しい出会いがあったんですね、いっぱい。そう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 、そういうのはいいかもしれないですね。なんか新鮮でしたね、うんうん、なかなかそういう忘年会ってないじゃないですか。そうですね、誰かとは仲良かったりするから。異業種交流会ですもんね。ね。
だから面白かったですね。あ、でもでもいいですね、そういうのもね、うんうんうん、いつもの仲間も楽しいですけどね、うんうんうん、そういうのもめっちゃいいですね。そういうのも良かったね、なんか新鮮だったね、うん、特にコロナ禍でそういうのがないから、うん、確かに、うん、減ってますよね、そういう会自体がね。そう、だから余計良かったですね、うん、ようやくね最近やっぱ落ち着いてきてから、うん、みんなで感染対策ちゃんとしてるところで楽しくやりましょうかっていうのも出てきてますけどね、ちょこちょこ、うんうんうん、そうそうそう、忘年会も何度か今年も行ったんですけど、はい、もうこの先週ぐらいのしか覚えてないですよねっていうか忘年会関係なく飲んだの覚えてないんでしょあんまり今更ってそうね、ほらパパヤさんから忘年会3軒をはしごするとかよくやってたなって、へそうそうそう、行くよね、でも普通に3軒4軒。あ、僕3軒はないですけど2軒かな、ちょっともう、うん、後の2軒はいいやっていう僕なんかあの忘年会 なんだろう忘年会というか年越しになっちゃうんですけど、うんうん、毎年大晦日は先輩家族たちと集まる行事があって、はい、なんか4家族ぐらいかな、4家族ぐらいで集まって、うん、昼からドライブして年越しそば食べに行って、うんうんうん、そのままドライブして子供たち遊ばすところとか行って、でお買い物しに行って仕入れて、で家に帰ってきて鍋パーティーして、あー、いいですね、でまたそっからまた追加で他の先輩とか来て、で年越ししてみたいなのを毎年やってますね。今年もやるんですか。今年もやりますね。もう十何年なるかな多分この恒例行事が、うんや、うん、みんな仲良くやってますよ常に失礼パリパリパリメール来てますよ、りょうさん。あ、じゃあメールの方お願いします。はい、じゃあ読みます。どこかの領事官様、うん、忘年会の途中であなたと二人こっそり抜け出したあの夜も星が綺麗だったね、繋いだ手のぬくもり今でも覚えてる。覚えてる。そんな記憶は一切ないけどカリーサビラカリーサビラカリーサビラ、と沖縄 T シャツパパヤさんからですね、はい、ありがとうございます、はい、忘年会といえば毎年12月29日に音楽仲間とマンションに集まって、はい、暗い冷蔵庫の会というのをやってました。はなんか面白いすごい。残念ながら今年も開催は見送りですが、うん、コロナ禍前10年くらいは続いてたかな。うーん、何が暗い冷蔵庫の会なのかというと、持ち込んだ酒であの冷蔵庫がいっぱいになって暗くなったのを、みんなミュージシャンなのに一晩かけて飲んで明るくするっていう、ただそれだけの会なんです。やばみんなミュージシャンなのに、あの数時間すると音楽の話なんかほとんどしないけど楽しいですね。来年は開催できますように、うん、いいね、いいね、やばいね、いい会だ。こういうね、あの気心の知れた仲間とやるのはまた最高ですよね。そういえば、来週パパヤさんが、はい、こう忘年会しますけど、はい、読んでるよね俺ね。はい、あ、OK、よかった、びっくりした。いや、正確に言うと山内さんには呼ばれてないけどパパヤさんとちゃんと約束してますよ。よかった、山内さんも来るよっつって。よかった、はい、ゆうまるですか。ぜひっつって、あ、ゆうまるなんですね、うん、あ、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、パパヤさん来週楽しみです。もう本当は定休日なのに開けてくれるってよ。あら、そうなんですね、うん、あら素敵ね、楽しみ、いいな。さあ、そういうパパヤさんから、そうそう、そういう忘年会で出会った人からエキストラの仕事を軽く引き受けて、毎週本番とか大変なことになったりしてた。さっきの飲み会とかね、毎週本番つながりどういうことだ、だからエキストラのお仕事が、ね、すごいね。若い時の忘年会でですね、僕な、はい、まあ、こんな感じであんまり変わらないので生意気なので、はい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 、松山で先輩に、はい、沖縄一の繁華街松山で、松山のあの道のど真ん中で、はい、あの先輩に殴られ殴られで、やっぱりちょっとほら若いからやり返しみたいな。なるほどね、若いな若いな、それマジで最悪の忘年会の思い出はそれですかね、やっぱり。そういうのもあるんですね。そういうのもありましたね。あ、でもちょっと分かりますよ気持ちは。うん、僕も忘年会だったのかな、あれ。なんか昔飲んでた時に、うん、この大先輩が、うん、もう
ちゃちゃを入れるわけですよ、はい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 、後輩が喋ってる、はい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 、もうそれがめっちゃ気に食わなくて、うん、もうみんなが認める先輩ですよ、うんうん、でもあまりにもするからもう先の勢いで、うん、あーって俺が怒ったんですよ、はいはい、あっちまんじゃこれっつってわーってなって、まあ、殴り合いこそしなかったんですけど、うん、そういうことがあってしたら普段みんなやっぱりそういうその先輩には、ね、何も口答えしないような人なので、うんうん、なんか後からでもたしなめられましたけどね他の人はね同じステージで怒ったら負けだよっつって、はいはいはい、あそうだなっつって一つ大人になった瞬間でした。なるほど俺ももうでもよう言ったと言われましたけどねあれすればよかったね右殴られたら左出せばよかった、ね、こっちどうぞっつって最高それでも文句言うみたいなねめっちゃかっけえそうねそういうのもありかもしれないですねうん、うん、でももうほぼ喧嘩はなくなりましたねそりゃそうでしょうよいくつだ大人だ こちらは大人だこの前この前って言ってもまあ3年4年ぐらい前かな、はい、あの高校の同窓会があってはいはいはいちょっとそれこんなはいはいはい選挙絡みのやつだったんで、はいはいまあ、人数もそんなに20名とかだったんですけど、うんうん、それでなんていうのこの昔からこう和着がひどいしかも面白くない和着するやつがいるじゃないですか、はいはい、いますねいますねこれがいて、はい、で俺がああいって言ったらこれがまた俺にこう昔のノリで来るわけですよオッケーオッケーっつって最初流してたんだけど、はいはい、もうあんまりにもひどいからお前っせっつって酔ってるしはいはいはいしょうがないしょうがないただそのだから政治絡みだったかその人にあごめんねっつってこれが最後ですねよかった最後で本当によかった、まあ、大人だからね、はい、山内さん今日楽しんでるからあの話が止まらないので一回曲いきましょうね酔っ払った話はねどうしようもないよ そうだよね言えないのもいっぱいあるもんね、うん、いっぱいある今日の曲は大丈夫ですかはい、はい、じゃあ今日の曲はシシドカフカフューチャリング横山健 with クレイジーケンバンドで羽田ブルースなんでなんでとかなんでマイク入ってるのしかもはいマイノありがとうございますごめんねで一応済んだこれまたごっついわけよかったなんていうのあれやつってどかたやつとか建設の社長ですうちの奥さん、うん、コメント字が見えない一番下一番下見えない一番下ごめんなさいさあ楽しく皆さんコメントありがとうございますすごいすごいでもちょいちょい出すと思うので勘弁してくださいバヤさんからのしますよちゃんとああそれはちゃんとメールしますのメールするそうですメールするそうです7時にゆいまるでちょっとマニアックな場所なんでそうっすねいやもうマジでおるかずゆいまる行きたいなあっち久しぶりに行ったんすよ、はい、はいはい開けてからやっぱりさ新鮮にうまい、いいね、また魚介がさ変わるわけよはい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 、はい、めっちゃうまかったいいねうんそういうとこいいなそういうとこ行きたい関西オフ会やりたいっていう人さん来てるやりましょうぜひやりたいマジで吉田さんやりましょう関西オフ会串揚げ食べたい串揚げ食べたいお楽しみだねどうすね美味しかったですもう言うのかああ、ひまりだあってよよし持ってきただな
十分しかないじゃないか。フリームも調整したらいいさ。映り込む。楽しいな。おめでとうございます。僕も楽しいです。勝手に。勝手に。久々だね。なんかね。このノリ、このノリも。この2ヶ月ぐらいでしょ。はい。2ヶ月もっと仲良いみたいだね。約2ヶ月ぐらいでしたね。でもあの授業ももう今年で終わりなんで。あ、そうなんですか。うん。3年って決まってるわけ。で、今年が3年。予算取れるのか。うん、そうなんですね。あらあら、一回は行きたかったな。あれね。でもためになるよ、ちょっと。ヨアちゃんこそ行かんとだよ、めっちゃ言われてるし。今年水曜日やりやがってからさっつって。だからね。吉村亮、どこかの領地か。今やっけな人たち来なくなってるからさ。吉田さんいいぜ。さあ、どこかの領事館をお送りしております。今日のテーマは忘年会でございます。忘年会、はい、もうお酒飲んで仲間と会って喋ってたらもうそれだけで超楽しいじゃないですか、うんうんうん、で、面白いことないってなった時に、はい、あの公共の電波では言えないようなことばっかりですね。そうなんですよ。一応ね、あの最近のやつも言えないなっていうのがあって、やらかした話とかね、はい、さあ、健全な番組ですので、どこかのルーチか、だからなかなかこう話題を選びますよね。飲んだ話とかのやつは。そうね、うん、そうね、うんうん、ただ最近はやっぱり僕はちょっと自分でも目に余るので覚えてないし。あ、最近、はい、なんすか、この2、3回のやつは覚えてるんですよ、はい、ちゃんと、はい、ちょっと会話は覚えてないけど、はい、その何したっていうのは覚えてて、はいはい、それがね、僕ちょっとひどい回があったんですよ。それはもう本当にひどいので、なんていうの、ちゃんとしようと思いました。ちゃんとしましょう。はい、大人だから。はい。さあ、ちゃんと告知もしていいですか。はい、どうぞどうぞ。時間なくなる前にね。これね。はい、はい、ポップコーンです。今日も告知させていただきます。先週は沖縄パンスイーツフェスタミニマム2021 in パルコシティということで出展、そしてたくさんの方にご来場いただきましてありがとうございました。さあ、そして来週はですね、まずはアスティーダフェスティバル、FM コザもスポンサーになっております。アスティーダフェスティバルにうちも出展させていただきます。はい。お、沖縄アリーナで来週の月曜日と火曜日、平日、大丈夫？いっぱい人来るってよ。はい。あの、アスティータフェスなんかすごいね、うん、フェスやるみたいです。アスティータさん、皆さんわかりますかね？この卓球のプロリーグの沖縄のチームです。アスティータさんが主催で、アスティータフェスというのをやります。なんかすごいですよ。ビジネスマッチングの講話があったり、いろんな方招いてのセミナーがあったり、うん、かと思えば、なんか、体験、スポーツ体験があったりとか。アリーナ借りるのエグいらしいですよ。みたいですよ。だからチケットも結構の値段で。で、アーティストさんもいっぱい来ます。島谷とみさんとか、うん、焼き鳥バンドさんとか。へ、はい、なんかいろいろ来るみたいです。はい。で、なんか、なんだっけ、斎藤由貴さんとか、いろんなゲストの方も。斎藤由貴？あの斎藤由貴？はい。へぇ、すげえ。あの、野球。そうです、そうです。あ、野球？野球、野球。斎藤由貴と思った。斎藤由貴じゃねえよ。今話題のゆうきさんの方で。探し物はの人か。違うよ。で、食べ物はね、あの肉王フェス、沖縄肉王グランプリ決定戦というのがあって、うん、いろんなショップさんがいろんな肉料理を出すイベントがあったりとかですね、
で、あとはポップアップショップということで、まあ、物販ですね、物販の方、物産展の方 もう本当にたくさん の事業者さんがいっぱい出てます、はい、でその中にうちも出させていただきます。で肉フェスの方にも一応ちょっと出すんですけど、そんなのがあったりとか、はい、いろんなことがいっぱいある。何を見せてるのかな。いや、ちゃんと中を美味しそうでしょ。美味しそうな絵だった今のやつは。美味しそうだったじゃん。これ、はい、アスティーダフェスさんフェスに出ますので、ぜひぜひ皆さん沖縄アリーナで月曜日と火曜日やってます。よろしくお願いいたします。でその後は、沖縄子供の国クリスマスファンタジーということで、毎年ファンタジー行くよ俺、はい、沖縄子供の国さんで毎年やってるクリスマスファンタジーにも出展させていただきます、うん、夜まで。あ、じゃあ買う。ありがとうございます、うんうん、でなんかイベントスケジュール的に、子供の国さんのクリスマスファンタジーは週末とかで、あと冬休みに入った期間とか、はい、ぐらいにやってますのでね、うん、はい、ぜひぜひそこにファンタジー来た際には、はい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 、うちもですね、例えばりょっちんいるの。います。毎日はいない。えはい、まあ、24、25、26とかね、28、29、30とかね、そのピンポイントでイベントやってる時はうちも出してますので、夜行けるかな、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてこちらも定例化してきたんですけど、イーアス沖縄豊崎さん、大きいショッピングモールですね、はい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 、こちらでも週末出店とかをやりますので、今回はまた12月25日土曜日と26日日曜日2日間やってますので、こちらの方もぜひ見かけたら、うちのアチェンドポップコーンよろしくお願いいたします、うん、本当に美味しいです、うん、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。全然関係ない話していいですか。はい、はい、パリーグ新人王、オリックスの宮城弘也選手、おめでとうございます。おー、すげー、技能あんだよ。そう、江南高校卒業で、今年2年目、すごい、リーグ2位の防御率、確か 2.51 ぐらいかな。いくらぐらい稼ぎますかね。で、数も勝ちも13勝今度で、すごいですよね。もう1億いくんじゃんね、うん、めっちゃすごいと思う。素晴らしい。さあ、そんなもうエンディングじゃん。早いなあと一個全然関係ない話ですか、うん、先週の放送でですよ、うん、ちょうど前澤お金配るくんでおなじみの前澤友作さんが、先週の放送日の夕方に宇宙船飛び立ったんですよ。マジ、はい、で ISS 国際宇宙ステーションというところに12日間滞在するんですよ、うんうんうん、すごくない？すごい。なのでまだいるんですよ、うん、すごいな。でツイッターとかでいろんな情報を発信してて、皆さんぜひ見てみてくださいね、うん、超面白いですよ。あの人のさ、偽ツイッターがいっぱいあって何をフォローしてるか分からんよね確かに確かに。でなんかね、本人のツイッターじゃなくて、なんか前澤宇宙旅行、うん、ハッシュタグ前澤宇宙旅行みたいな感じで探すと、はいはいはい、その宇宙に行ってる前澤さんのやつがいっぱい出てくるので、めっちゃ面白いですよ。すごいね、普通に iPhone でタイムラプスで地球の風景とか写したのを上げたりとかしてるんですよ。かっこいいね。すげえなと思って。宇宙ナウってつぶやいたりとかね。一回行ってみたいな。あの人超面白いと思って。100億ぐらい払ったみたいよ。マジ？2人分。社員連れて行ってる。社員、本当に社員かな？動画撮ってる。あれじゃない？毎回。なんだ？ゴーリキさん？本当は行きたかったんだろうね。でふと思ったんですけど、うん、ほら宇宙飛行士さんは、うん、宇宙で仕事するわけじゃないですか。はいはいはい、なんか実験したりとか、うん、調べたりとか。うん、前澤さんは、うん、多分旅行じゃないですか、お金払って、はいはいはい、暇かな。暇じゃん絶対暇じゃん。でもなんかね、このトランプやったりするんじゃん。でやねん、浮いてから神経衰弱あほじゃん。でもなんか公募した宇宙でやりたい100のことみたいなやつを公募してて、うん、それを全部やるって言ってたので、うん、何かしらいろいろやってると思うんですよ。で YouTube にもショート動画とか結構上がってて、でそれちょいちょい見たんですけど、うん、前澤さんがくるくる回ったりしながら無重力すごいぜってウェーってやってて、この動画撮ってる社員の人と喋ってるのに、その後ろでずっとパチパチ仕事してる宇宙飛行士さんとかが映ってるんですよ。めっちゃシュールだなと思って。シュールだなこいつかしましいなとかめっちゃ思ってないかなとか思ってるはずよ。そういうのも気にしないんだろうね、ああいうやっぱり宇宙に行ける人は。超面白いと思った。100億出せる人はね、超面白い。でもトイレの解説動画とかもあって、うん、でこれがシュポーってやるわけさーっつって、はいはいはい、シューって動かしたりとかするんですよ、うん、でなんかなんかビニールとかとか、うん、試しにね、試しに入れようねとか、うん、シュポーンって流れてたりするの、流れるとか、うん、吸い込んだりするの見せるんですよ、うん、でも見てるこっちからしたら、うん、この宇宙で大事じゃない資材って、うん、これただ一回無駄にしたとか、うん、お前いいのみたいな確かにね
変な心配、庶民を変な心配をしながらね。だから庶民はね、やっぱまだいけないですよ。そうっすね。触っちゃダメなのとか絶対気にするじゃないですか。絶対触るよね、あの人ね。あの人触りそう。やば、今日のテーマは忘年会でお送りしております。ガコンってなってから、こう、宇宙に放り出されそうだよね、あの人。でも、あの、気づくのが遅くて、うん、全然生きて帰ってくるかもしれないですよ。そうね。あれ宇宙だったみたいな。ごめんなさい、声が大きくなっちゃいました。楽しくなっちゃって。はい、いいですね。さあ、久しぶりの山内さんを迎えての1時間。楽しかったね。楽しかったですね。はい。いつも話したりない。来年は、ちゃんと飲みに行きましょうね。はい、これ終わってから、ね。そうっすね。うん。再開しましょう。もうさ、今はもう、飲み会が多すぎて、もう本当にダメですよ。そうですね。うん。はい。もっとちゃんと12月はしないといけない。いっぱいいっぱいです。いろんな意味で。さあ、1時間たっぷりとお送りしてまいりました。どこかの領事館、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。山内さんどうでしたか？楽しかった。よかったね。うん、ちゃんとします。またぜひよろしくお願いしますね。はい。さあ、番組をお送りしたのは、りょうちんこと吉村亮と山内さんとなっちゃんで、本日も楽しくやりました。来週も週の真ん中、水曜日夜8時からはどこかの領事館をお送りします。あ、言うの忘れてた。アニメ玉に出ます。来週、よかったら聞いてね。また来週。バイバーイ。遅えよ。そっか、アニメ玉。